どうも、北山水泳です。はい、今日はですね、オリンピック金メダリストの練習メニューが手に入ってたんで公開していこうと思います。はい、今回のどんな選手の練習メニューかと言いますと、オリンピック、東京オリンピックですね、長距離、どちらも長距離フリーの金メダリスト、レデッキー選手とフィンク選手でございます。この2名は男子女子ではありますけども、実は同じ大学で練習しておりまして、コーチも同じ、そして練習メニューも同じなんですよ。はい、男女ではありますけども練習メニューが同じでございました。はい、練習メニューはこんな感じでした。これやばいっすよね。でもウォーミングアップとか別にあると思うんですけども、3000一本で2分休憩、2000一本2分休憩、1000一本で終わりっていう、トータルが6000ですね。これメインとしたら6000メインというエグい練習メニューですけども、これおそらく、メートルではなくてヤードです。ヤード。ヤードなんですけども、3000ヤードって2700メートルぐらいです。だからほぼ3000です。はい、そんなメニューをやってるんですけども、はい、横にタイム書いてますよね。これびっくりするのが、男子である金メダリストフィンク選手と女子のレデッキー選手のタイムがほぼ一緒っていうね。うん。普通こんなことにはならないですけども、多分ハードではないと思うんですよ。多分タイム的にもハードで行ったらもうちょっと早く泳げると思うんで、ハードじゃなくて EL1 とか2とかのその辺のレベルでの練習だと思うんですけども、まあ、にしてもね、レデッキー選手練習強いなって感じですよね。やっぱりね、オリンピック選手とかって、まあこういう長距離選手はね、こういった練習メニューやってるんですね。きつい練習、長い練習にやってるんですね。はい。今回は以上になります。皆さんも、まあ、真似してとは言いませんけども、まあ、練習しっかりと頑張っていきましょう。今回以上になりました。チャンネル登録お願いします。他の水泳あるあるはこっち。そして僕のコンビ、チャイルドプリンスのチャンネル登録はこっちでございます。はい。はい、終わり。はい、終わりです。はい。他の動画見といてね。で、チャンネル登録もしといてね。うん。チャイルドプリンスね。お願いします。